はい、皆さんこんにちは、さきです。そしてうーちゃんです。ただいま、おかえり。今、韓国から帰ってきました。お待たせ。会いたかった。ありがとう、ねねも、うん、ゆーちゃんすっごい LINE とか送ってきて、写真とかもね、いっぱい送ったよね、うん、今回は、お土産買ってきました。やったも行きたかったし、家族みんなもね、めっちゃ行きたかったので、これはお土産で買わなきゃなということで、まあ、自分にも買ったんですけど、家族にも買いました。なのでね、そちらの紹介をしていくと思います。もうこんな大きいゲッカということで紹介していきたいと思います。それではどうぞ。じゃあまずはイゴー。こちらオリーブヤング。もう韓国といえばオリヤンですよね。本当にオリーブヤングってどこにでもあるの。今回行った場所は3階建ての超デカデカオリーブヤングに行きました。本当にコンビニぐらいのサイズのオリーブヤングとかマジで結構あるの。でもでかい方行っちゃったので、ちょっとね、結構欲しいのいっぱいあって。オリーブヤングって日本で何ですか？アットコスメ。オリーブヤングは韓国コスメしかないです。で、2階はボディケアとか、3階はパックとかなんですよ。だからマジで美容専門店。まず1つ目。じゃん！かわいい！これ私がずっと欲しかったやつ。いや、でも見つけて！ロングアンドの黒みちゃんコラボ。私マジで探してて、そう、韓国にあるっていうのは聞いてたのね。だけど日本にはなく、日本にもなんかあるみたいな情報あったんだけど、マジでなくて。黒みちゃんの透明のリップは持ってるんだけど、めっちゃかわいい！クッションファンデ。黒みちゃんコーナーでファンデのこれラスイチ。おー、めっちゃ嬉しくて、私マジでずっと欲しくて。あ、色いいね、ちょうどいいわ。ゆうちゃんもう最近やばいんだよ、ネネのコスメを勝手に使うっていう習慣。これ隠すわ。じゃじゃーん、メディヒール。メディヒールのいろんな種類がバーってあったの。でもこれは泡が出てくるパックを買いました。メディヒールソーダバブルシート、泡が出てくるんだって。で、それ洗い流すみたいな。で、しかも、おでこはなしで、これからここだけだから、前髪が汚れないからめっちゃ。あと見てこれ！でかっ！ガチ勢のやつ。メリヒールのガチ勢バージョン。これ、本気で見たことない、日本で。すごくない？どういうこと？怖い。1個目でこれパックしてから、2個目でこの変な天敵みたいなやつを塗るらしい。めっちゃ安じゃない？パックしてから、この天敵だよ。天敵はいい、絶対いいでしょ、これ。絶対誰にも使わせません！そしてこれ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 、私ラネージュのクッションファンデが超大好きで、何回もこれ言ってると思うんだけど、緑のこれって押すとパウダーが出てくるんですよ。え、ほら、このラネージュのパウダーがマジでヤバいらしくて、この情報が出た時から本当に欲しくて、半年ぐらい前、わかんないけど、本当にその時ぐらいからめっちゃ欲しかったの。日本にクッションファンデあるけど、これはないんだみたいな思ったんだけど、韓国にあるっていう情報があったのに、行ってみたらありました。もう本当に嬉しすぎて、この粉がヤバいんだって、本当に使うのが楽しみ。もう見つけた瞬間、あーっと思って、もうめっちゃ走りました。走ってはないんですけど、早歩きしました。ハゲ隠し！これめっちゃずっと気になってたじゃん、正直みんな。ほら、ハゲ消えたの。この年なのに恥ずかしいんだけど、私ハゲてるんですよ。生まれた時からハゲてるんですよ。私本当にショックだったのずっと今でも覚えてるんだけど、小学2年生ぐらいの時の子役時代のお仕事の時に、小児ながらハゲ隠しスプレーをね、振られたことがマジショックで、ずっとね、心に残ってるの、その、今でもお仕事の時は、シェーディングとかこれで乗せられるのよ。私も自分でね、シェーディングとか乗っけたりするんだけど、これ、ハゲ隠し専門のブラシがあったので、さすがに買いました。ポニーテールとかすると本当にハゲんのね。だからもうこれでね、ハゲ卒業したいと思います。ほら、すごくない？ハゲ治った。茶色と黒があったので、茶色にしたんですけど、めちゃめちゃの茶色じゃない？そして、これめっちゃ気になったのよ。私、ウィーブヤング行ったんだけどさ、何がいいかわかんなくていっぱいありすぎて。だから、TikTok で、オリーブヤング行ったら絶対買えみたいな動画を見たの、その場で。そしたら、めっちゃ気になるやつ見つけて、探したらあったんですよ。部分用パックなんだけど、もう液がびっちゃびちゃなんだって。見て、やばくない？この液。もうこれは買うしかないと思って、買いました。マジで嬉しい。私さ、本当にパパッとスキンケア終わらせた時とか、マジで部分用パック超使うのね。めっちゃ楽じゃん。前髪とかさ、あげなきゃいけなかったりするのだるいからさ、マジで部分用パック大好きなんですけど、早く使いたい。ゆうちゃんにも使わせてあげるね。これは60枚も入ってるから、こんな感じです。オリーブヤング。そして、ゆしんさん。
無審査っていう通販ショッピングサイトがあるんですけど、そこの店舗がね韓国にしかないんですよ。で私韓国にしかないブランドってめっちゃ多いじゃん。だから ZOZO タウンとかにも入ってないとかあって、無審査ってセレクトショップなんだけど、いつも見てる韓国ブランドめっちゃあって、もうやばい、ずっといた無審査でも。なんかさ、洋服ってさ自分で買えないの分かる？なんかさ結構さ高いじゃん。私さ自分で決めていいものなのかって思うじゃん。だからね、ママいなかったから一着しか買ってない。じゃーん、可愛くない？こういうの流行ってんじゃん最近。あー、なんかズボンなしね。ズボンなしじゃなくてこの服を見てくれ。スタジアムみたいな Y2K っぽい感じ。これさ、こんな服さあんま日本にさ売ってないじゃん、店舗で。だからこれネットではよく見るんだけど、店舗でこういう Y2K とかあの可愛い感じのものを見ることがなかったから、どんどんテンション上がりました。だって日本にさこういうの売ってるブランドってあんまなくない？店舕で。それいくの？99,000ウォン。あ、99,000。そういうのが多いのね。ママと一緒だったらさ、ママやっとかってこうやってって言ってたけどさ、一人だったので、ケチりました。で、マジでちょっと、もう一回来たらママお願い。いや、だからちょっと次はマジでママと一緒に行って、無審査爆買いしたいと思います。本当にまだ足りない。そして、最後のお店。バターショップ。バターショップも可愛いんですよ。バターショップもいっぱいあるよね。で、今回は、これゆんちゃんとおそろい！やったなぁ嬉しい。割にね、全然登場シーンがなくてめっちゃ可愛くない？これは多分バターファミリー。一世のせ。じゃんけんぽい。イエーイ！可愛い！でこれつけよう。つけてみます。バターショップのオリジナルキャラクターのグッズがいっぱいあるんだけど、可愛すぎてめっちゃ韓国っぽいよね、デザインも。日本でいうサンリオかも。で、そのバターファミリーのグッズが売ってるみたいな感じ。超可愛くない？でも、サンリオも売ってたし、いろんなの売ってるキャラクター。開けてくれてありがとう。これは、これ知ってる？え？なんで？これシャートで流れてたの。あ、そうなの？見てください、加湿器なんですよ、これ。こっから煙がポーンって出てきて、ここに水を溜めるって感じで。めっちゃ可愛くない？なんかさっきの加湿器なくて。乾燥するなって思ったのでこちら買っちゃいました。この子のやつとかもあったの。いろんな種類のね加湿器があったんだけど、あ、これと一緒だ。さあ、うさちゃんにしました。可愛くない？可愛い。お部屋に飾りたいなと思います。で、こんぐらいのサイズだったらさ机に置けるからさ、めちゃめちゃいいよね。これゆちゃんね、一緒に置こうね。そしてそしてそして、じゃじゃん、シーコーだ。え、開けます、ね、シーコーのグッズがめっちゃ多くて、しかも売り切れなの。やっぱ日本でも人気だし、韓国でも人気なんだよ。これはランダムで出てくるやつです。おー、シーコーだ。アクスタ、かわいい。しかもちょっとなんかマーメイドです。え、なんか薬みたいな。これ日本にもあるのかな、韓国限定。すごい、いっぱいあったんだ種類。で、こんなにいっぱい裏にもあるわ。これでさ、この唯一のチーカー出たのやばくない？全員集合とかもありながら。これです。全部可愛いね。違うの、マジになかったの。ラスト、ラスト3個ぐらい。ページの写真何あるの？あ、言ったね。せーの、またまたちいかわちゃんのランダムグッズ。じゃあ開けてみます。せーの、あれ、あれ、あ、これはママへのお土産です。今撮ってつけたわけじゃないんで、本当にママにあげたいなと思って買いました。ありがとう。しかもちっちゃい8割と大きい8割付き。え、さっき欲しい。実はこれ自分へのねえ、絶対嘘だ。だっていっぱい買ってるもん。みたいなさ髪型になってる。見せて。隠せろになってる。やばっ、やばっ。なんで買ってこないの。めっちゃ可愛かったこれ全部。これでも紹介したら買われちゃうんじゃない。マジ買うなよ。マジ買うなよ。マジ買うなよ。今のシーンカットしてほしい。チーカー紹介ほしい。一回ママに見せてこのリーズナブル。バリエーション。そしてせーの、じゃん。え、かわいい。イエイ、やったー、ちいかわのピン。じゃじゃん、つけてみます。じゃじゃん、かわいい、ちいかわちゃん。しかある。もうそういうね、文句しか言わない人にはね、もう買わないよ。最後、じゃーん。こちらはですね、貝殻バスボでーす。かわいくない？これは家族みんなのお土産です。ゆっくりくつろげるバスタイムを過ごしてほしいので。
ゃ買いました。みんなのために、その頑張ってるみんなのためにこちら買いました。880円もしますから、日本円で。これでみんなで今日入ろうね。うん、以上です。やっぱしか買ってない。思ったのと違かったな。意外と買ってないじゃん。そう、全然買ってないの。なぜなお金がないから。私のポケットマネーでね、行ったからね。お金がないのよ。本当にお金ないから返してもな。大丈夫、お年玉があるよ。嬉しい。私もうちょっと頑張ろう。節約生活しよう。ということでですね、こんな感じで韓国お土産でした。今回は本当にお金がなかったので全然買えなかったので悔しすぎます。ということで、どうでしたか、ゆうちゃん。ちいかわが一番嬉しかったな。よかった。ちいかわグッズパクセロイバージョンとかも日本に売ってたらマジでその店ですからね。覚悟しときなさい。みんなも韓国行ってみてね。行ってね。せーの、バイバイ。お席に失礼します。うーちゃん、ねるに韓国のやつもらって嬉しかったよ。